今回はメルカリ転売で2500万円荒稼ぎした一致の転売術を披露していく。世間からの風当たりも強い転売ヤーと呼ばれる仕事に未来はあるのだろうか。転売の魅力に抗えなかった人の行く末とは、悪質な転売ヤーに騙されないためにも、動画を最後までご覧いただきぜひ参考にしてほしい。転売で2500万稼いだんを。ちゃんと納税したんを。ちなとっとけ言われたから古物商持ち。古物商って書類提出だけやったのな。ええやん。頑張ったわ。というか当たったというだけやけど。当たれば一攫千金も夢じゃない。どうかご教授願いたい。普通の個人商店やん。そこまで大規模やないんやけどな。元での金あるとでかい商材扱いやすいから助かる。メルカリに感謝。頑張ったな。500くらい持っていかれた？もっとか？納税しているのなら文句はないぞ。営利なら半分税金。何売ったの？絶対言わんで。たまに転売商材得意げに教えるやつおるけどあれ絶対ただのアフィやろ。競合したら終わるわこの業界。流行りの新商品扱ってるわけやないの？なおさらただの古物商やんけ。せやで。普通にすげえわ。孤独のグルメの主人公みたいなもんやん。古物商取って税金払ってるならそれ転売ヤーというより古物商では？はい。賢い。ワイにもコツ教えてや。元手があるなら確実に儲かるってもんあるやろ。そこから手をつけて小さな奴は小遣い稼ぎ程度にやれ。店舗はどこで提出してる？実店舗？フリマ？インターネット？インターネット。当たり前やな。SS 周りは盲点やった。ショートストップ？時計？転売に専念するために脱サラした奴いたな。転売に興味があるものの、一本で勝負することに踏み切れない人も中にはいるかもしれない。だからこそ、転売業を始める前にメリットとデメリットを理解しルールや節度を持った行いを大切にしよう。甘い考えだけで飛び込んでしまえば飯馬と言われる立場になってしまうかもしれない。しょぼくね。ワイには十分や。専用でやる人なら別なんだろうが。ライフワークにする予定はないけどあと3年はこれでやってきたい。転売ってことは定価より高く売ってたのか？当たり前やろ。電子辞書とかやろどうせ。まあ言いたくなってもうたわ。こんなにうまくいくと思ってなくて人生だいぶ変わったわ。仕事辞められるほど稼いでるわけではないんやが貯金がどんと増えるとなんか好きなもの大体何でも買えるなって気分になる。やばそうなの売るからすれば終わりや。転売の知識はどこで勉強したんや？セミナーみたいなのあるん？古物の定期講習がだるい。本業は会社員。仕入れはどうしてんの？教えれる範囲で教えてよ。転売なんで規制されんのやろな。そんだけできるなら人雇って会社にしろよ。独り立ちしようと思ってるからめちゃくちゃ参考になります。焼き豚が嫉妬してて草。ポケモンカードとかたくさん買ってそう。ええやん。ヒントぐらいくれや。何のためにすれ立てしたんや。ワイはスイッチと PS5 だけで1000万やで。1台1から3万のリザヤだとして仕入れが無理やろ。 PS5 は数買えんから大して儲かっとらんで。スイッチはほほどこうてる。PS5 も現在は生産体制も落ち着いたため、転売ヤーは次のターゲットとなる転売商品を探索する。若者に引けを取らないアンテナ力で、流行に誰より敏感な転売ヤーが狙う商品が気になるところだ。スイッチなんか売れんやろ。Y 先週有機 EL50 台くらい買うて10万儲けたで。全然いけるで。もうスイッチは1台売っても3000円も利益でないぞ。ネオン EL は3500円、白 EL は1500円やな。数買えば全然いけるで。iPhone 転売してそう。外したら終わるゲームやんけ。もう足洗っとけよ。やっぱ海外のものを個人でたくさん輸入して国内の代理店低価以下で販売するのが一番熱いわ。今だとキャンプグッズとか熱い。ワイは服でやってる。もはや転売っていうかただの個人アパレル店でしかないけど。転売未経験者では、流行に関わらず利益率の高い商品の見極めが難しい。重要なのは、売れる商品の選定と安価で仕入れやすいこと。本、スマホ関連グッズ、ノーブランド衣料、スニーカーや子供用品などの中古品は特に需要が高い。メディアや SNS、他サイトでの人気商品を常にチェックすれば、初心者でも売れ筋を見つけ出せるかもしれない。これは芋やろうかな。ハードル低そう。そういうのってやっぱある程度知識ないと難しいん？インスタのアパレル人気ショップもどきなんかもろそのやり方やな。在庫抱えずに海外から直送しとるところとかあって草やわ。ヤフーショッピングなんかはアリエクスプレスの転売ヤーとかがはびこってるな。あれはああいうビジネススキームを売り込んでるマルチがあるんよ。ワイノとは別。ママイベントとかで専業主婦相手に売り込みかけられる。必死にサイトにブログに SNS 運営して代理販売させられるやつ。ワイの友達にもおるわ。在庫ないけど契約金とかありそう。逆にそういうのあるの知らんかったわ。
Y が見たのは転売ヤーからファッション誌にも掲載されるレベルになってたサイトやね。利益2500万って売り上げ1億くらいあるやろ。お金払うから教えてほしいわ。金払ってでも教えてほしい。インチキ情報商材に引っかかりそうなスレミンである。Y も海外旅行でいろいろ仕入れて販売したことあるで。売り上げ30万の営利5万くらいに貸しならんかったけど飯代と思えば。ちゃんとしてるやん。それじゃただのリサイクルショップおじさんじゃん。親父が古物商持ってて船転売してるわ。整備込みやからただの転売ちゃうけど。まっとうな商売しとるやん。自営業2期。メルカリへの手数料えぐいくらい払ってそうやな。ほな。1000万くらい分けろよ。Y この前拾った松ぼっくり4個セットヤフオクに出したら売れたわ。わ、もういるもんやな。利益率 25% でも売り上げ1億。そんなんメルカリでやる規模ちゃうやろ。あらりどんだけあんねん。ガバガバよな。最近も普通の転売で月数十万なら軽いよな。ウェブサービス放置してる方が楽に稼げるからたまにしかやらんけど。それただのリサイクルショップやん。商売してて草。いいなぁ、Y も不労所得で1000万あれば気兼ねなく仕事に集中できるのに。年商2500万な。ニートは感化されるなよ。あの貯金額やとどう見ても純利益やない。わからんけど。やとしても確定申告時にもろもろ引かれるから年収でしかない。ああそうか、納税しとるのか。転売なんて税金払わなくてもバレへんやろうに。税務調査関連の仕事してたけど定期的に口座紹介かけられとるからいつかはバレるで。闇夜に目ありということわざがあるように悪事を働けばいつかは人にバレてしまうということなのだろうか。現金取引ならバレないんか？学徒取引内容と開業届や法人化してるかによる。多少の個人間のやり取りはバレへんやろ。最近は特に厳しいからすぐバレるで。警察より捜査能力高いやろあいつら。即バレるぞ。申告さえしときゃちょろまかしてもまずバレん。現金取引でタンス預金したらバレへんの？転売で対面商売は現実的やない。絶対に見つからない貴重品の隠し場所なんてあるのだろうか。へそくり現金通帳印鑑の隠し場所にタンスを選ぶのはもはやありきたりなのかもしれない。だが、脱税などの罪を犯せば国税査察官の目はごまかせないものと覚悟した方がいい。今円安やし輸出はどうなんやろ。もともと貿易してたから通関とか FOB とかの条件はわかる。転売じゃなくてまっとうな商売やろそれ。個人でできて年商2500万稼げる転売商品ってなんなんやろ。転売ちゃうけど育毛剤アフィでそれくらい儲けとるやつたくさんおったな。ハゲにつけ込むのほんま卑怯。はえー、そういうのにいち早く目をつけれるやつが儲け出すんやろな。Y には先見の明がなさそうやし無理やな。商材で勝負するのって運もあるから数打ち当たる人も多いで。意味わからんものを売ってみたら儲かるかもしれんからチャレンジや。ちゃんとやってるなら文句言わんわ。金額で税率変わらなかったか？ 2000 万以上で 50% だっけか。同じ種で株やるぐらいなら転売やる方がめちゃくちゃ儲かる。個人輸入するなら G-SHOCK の海外限定モデルがおすすめや。メルカリ版されたんだけど移住先どこにすればいいの？ RMT クラブ。ヤフオク。メルカリの版とは、アカウントの無期限利用停止を指しイエローカードや警告といった前触れはない。取引が禁止されている商品の取り扱いをすると版される可能性が高いので事前によく確認しよう。ただ、版されたにもかかわらず復帰した人の場合複数のアカウントを所持している人も多く、メルカリはこれを禁止行為とみなしているので、おすすめはできない。税務署がガチって言うけど銀行口座の動き紹介して怪しかったら調査するだけで至極普通やで。ちな税務署に一度入られた事業主はカモにされます。転売なんぞ規制する手段も規制に意欲的な企業もないんだから税金払ってればあとは好きにしろでええわな。ナイキとかシュプリームとかもはや転売でブランド価値釣り上げたまであるやろ。流通量のコントロールはブランドマネジメントに必須やししゃあない。ハフなんかは在庫増やしたらブランド価値がガタ落ちしたし。逆にステューシーは雑魚になり下がってたのに流通量のコントロールでブランド価値が出始めた。転売対策を進めてほしいね。道徳的に叩かれそうなもの売っとる？そうじゃないなら応援するわ。そんなわけない。PS5 とかガンプラとか旬で確実に利益出るもん売らんとやってられんやろ。転売で2500万、年収500万稼いだんご。やろ。社会保障もないし何も羨ましくない。ガチで美味しい転売は誰にも言わへんよ。Y も言わへん。ソフビ人形とかな。ソフビとは、ソフトビニールポリ塩化ビニールを金型に流し込んで熱を加えたことでゲル化していられる中空の成型品のことを言い、昔懐かしのおもちゃによく見られる歴史がある製品だ。楽しむのは子供だけではなく、希少性の高さから熱心なコレクターもいるほどである。子供の頃に持っていたおもちゃが状態が良ければ、高額になるかもしれない夢のある話だろう。
旬すぎたけど一つは iPhone やろ。まだみんな買うしやれるやつはやったらええねん。ワイはやらんでええ。トヨタ社の海外転売、そほど儲かるで。真似はできんけどな。金持ってるやつはロレックスの転売とかしてんやろか。時計はワンショットでかいけど年に何本も買えへんやん。やっとるやろけど税金の面で株より旨味がないから他の片手間にある程度やろな。ランクル予約して売るだけで500万の紙商材あったで。あれ今はもうでけへんやろ。小遣い稼ぎならまだまだコストコ強い。家の近所にあったらワイも絶対やっとるわ。羨ましい。プロマはやったか？あれボーナスステージやったやろ。転売なんかせんでもアップル株買って10年後に売れば2倍にはなっとるやろ。個人が在庫抱える時点で、ほの商売ですわ。でも雇われとか単純な労働じゃなければ金稼ぎってそういうもんやろ。転売ワーク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 。転売屋と一言に言っても手段を選ばず荒稼ぎする人から、真っ当な働き方で財を築いた人まで様々である。続いても、どん底な人生から転売屋となって劇的な変貌を遂げた一致を紹介する。ニートだったけど転売で人生持ち直した。学歴やスキルも関係なく個人で稼げる時代、何がきっかけで人生逆転するかわからない。一致のサクセスストーリーから勇気をもらおう。今では古物商も取って確定申告して納税して国民年金と年金基金も支払えてる。いろんな道があるもんだな。持ち直してなくて笑った。犯罪せずに稼いで納税してたらニートよりはマシだろ。稼いだ金で好きなもん買ってってのができるだけで嬉しい。納税してるならギリセーフか？完璧セーフだと思うけどな。警察に届け出して公安から許可もらって違法性がない商品しか扱ってないし。消費税払わなくて済むように950万くらいに抑えてる。もし転売でいた利益が1000万円超えた場合、2年前の課税売上高が1000万円を超えると消費税の申告納税義務が発生し、課税事業者という扱いになり消費税課税事業者届出書を税務署に提出しなければならない。税務署は2年前の課税売上高を把握しているので中には税務署から警告を受ける場合もあるので払い忘れには注意だ。後ろめたいことがあるからわざわざ前列しちゃうんだよね。そやニートやって少数派の生き方してたらそうだろ。誰も俺を裁くことはできないけどね。薄利多売なイメージがすごい。実際そうだね。月平均300個くらいは売るし。一撃でば、でかい粗利を目指す商品はライバルが多いから面倒な分、安定するんだ。でもすごいよな。何をどう売ってるかわからんけど一時期メルカリ見てたら相場より 10% 安いだけですぐ売れてたし。薄利多売だといかに仕入れ値を抑えられるかの勝負だからね。でもさ今ってある程度商品名入れて中古とか価格みたいに検索されると相場丸わかりじゃん。なんかテクあるの？企業秘密的な感じなら言わなくていいけど。その相場で売っても利益がしっかり取れる仕入れルートを作るの。例えば季節外れに大量購入とかするから単価下げてくれって交渉したり、あんま状態が良くないものを仕入れてきれいにしたり。ドンキでよく見かける感じだ。期間限定っぽい商品が売れ残ったりしたのを安売りしてるような。ああ交渉の流れとしては近いかもね。新品を扱うか中古品を扱うかの差だね。来年はまだ大丈夫。5年後は、20年後は。相場という概念がある限り大丈夫さ。今扱ってる商品が稼げなくなる可能性は大いにあるから常に幅を広げていってるよ。転売ビジネスは進むが、中には将来に不安を感じている人もいる。実際に転売対策は加速し縛りや規制なども増えているのをひしひし感じる今日この頃。買い占めや逮捕の報道などで世間一般では決してイメージがいいとは言えない転売業。転売ビジネスがなくならないためにも、違法な取引の取り締まりや節度を持った行いが大切になるだろう。セドリ？もともとはセドリだったけど今は古物商取ったから卸とか競りで仕入れてるよ。営業所はどうした？実家にいた時は親の持ち家だったから問題ない。今は自営で賃貸の審査通りにくいから、UR に家賃1年分前払いで審査なしで入居。UR とか公営住宅だと古物商許可取れんから、20平米くらいのガレージも借りてそこで使用承諾書書いてもらって許可申請した。リアルドロップシッピングやってるだけで儲けてた会社あったし安く買ってうまいこと売るのは悪いと思わないよな。そうだね。特に俺は定価以上での販売はしてないからただのリサイクルショップだしね。商材って何？服とか本？服とかファッション系も扱うし家具家電インテリアスポーツ用品となんでも。本は服以上に薄利多売だから扱ってない。車とバイクも古物商の取り扱い品目で申請してなかったから扱ってない。ちゃんとした古着屋以外値付け適当だもんな。背取りするならそっちか。古着の背取りでもある程度稼げるだろうけど古物商取っちゃって卸で仕入れた方が楽だとは思うけどね。古着の卸ってめちゃくちゃあるし。株とかのデイトレでよくない？安く仕入れて高く売る。
同じじゃん。投資でも現物売るのでもその人によって何が得意か専門家ってのは異なるだろ。株や通貨より個物の方が俺にとっては稼ぎやすかったからだね。個人で稼げる時代といっても、株と転売ビジネスは似て非なるものなのだろうか。賛否両論出てくる話題だが、似ているのは安く仕入れて高く売る。それが自身の利益となることだろう。個人で思うことは異なるが、株でも受けるより転売が今の時代悪いイメージが先行している分不利なのかもしれない。無職転売。書類書くときは自営業って書いてるな。確定申告の控えや収入証明書もあるぞ。アンテナの感度が良くて物の価値や需要がわかるっていうのは一つの詳細だよな。この先に、神体に流行るものってのはあんま狙わないけどね。そういうのを高確率で見極めるのはセンスがいると思うし。何でもいいから相場より安く仕入れるルートを開拓して、知識のストックを増やしていくってよく、地味なやり方だと根気だけでどうにかなると思う。俺は完全にこっちのやり方してる。今は仕入れは卸とか古物競り専門なん？まだ店舗とか電脳の背取りもやってんの？そうだよ、古物商ないと仕入れられないルートが 99% だね。あ、でも少し前にもあったヤフオクの通信障害の時に相場より明らかに安い値段のお片っ端から落札してくってのはやる。100回くらいタップすれば入札できたりするし。基本的に落札者削除されるけどそのまま取引してくれる人もちょこちょこいる。古物商になるには、営業所を管轄する警察署経由し都道府県の公安委員会に対し許可申請古物商許可を取得しなければならない。古物商許可を取ると、仕入れの際の相手方の確認や取引の記録を残す義務が生じるため許可違反となる行為には気をつけよう。この資格を所持していなくとも中古品の売買はできるが、必要となるケースもあり基本は古物の売買を事業として行う場合は必要と覚えておこう。中華せどりやろ。あれってやり方パクってパクられての世界だからやる気にならんね。中華せどりだとグレーだけど古物商なくてもできると解釈できんこともないから新規参入も多いし。年収1000万超えるってすごいな。1000万なんか年商ですら超えないようにしとるぞ。利益率は高いからサラリーマンの平均くらいの純利益は出せるけど。転売の世界に足を踏み入れたことで、元ニートの一致は賢く生き抜く術を学んだのかもしれない。続いての話は、転売ヤーの知られざる年収についての話である。年収1000万円超えは珍しくない？気になる高額年収になるための秘訣とは？最後までご覧いただき、今後転売ビジネスを始めようと思っている方はぜひ参考にしてほしい。ほう。転売ヤーの年収、いくらなんでもヤバすぎる。このスレの一致はもともと手取りが20万円前後の人が、カード転売で年収3000万円になっていると答えたあるインタビューのキャプチャを貼り付けた。さあ、スレ民の秘めた心の声に耳を澄ましてみよう。すげえ。なお確定申告は1000模様。ここまでガチでやってるやつはさすがにしとるんちゃうか。リスクありすぎるわ。子供を泣かして食う飯はうまいか？転売ヤーからは転売ヤーが勝ってるんだぞ。ひでえ。こんなん許されてええんか？はよ規制しろや無能政府。転売ヤーから買う人がいるのがあかんねん。ポケモンカード買ってこいつに貢いでるやつら。わいも今日からやろうかな。こういうの買う人って再転売するんか？それとも自分で持ってて何か意味あるんか？買えないから買うんやろ。いや定価以上で買う意味がわからんのや。売ってないからやろ。いやだから持ってて得になることがあるんかって話や。人に自慢もできんし子供に買い与えるには転売屋と高すぎるしこのカードを欲しがる意味が理解できんのや。コレクターにそんなこと言って何になるん？趣味で集めてるやつなんてたくさんおるんやぞ。コレクトアイテムやねんな。ポケモンって子供向けアニメやから転売成り立つほどの大勢の大人のコレクターがいるとは思わんかったんや。教えてくれてありがとう。改めてポケモンカードについて説明する。幅広い年代に人気のポケモンカードは、転売市場での利益が高い商品となっている。入手困難なカードの高額取引は驚くほど増えてた。さらに日本だけでなく海外でも需要があり、レプリカやメタルカードなどと呼ばれる任天堂に無償額のカードを勝手に作る者までいるありさまである。今日お宝買い取り団行ったら小汚いおっさんがメルカリ見ながらジョジョのフィグあさってたぜ。やっぱこんな奴らがやってるんやなって思った。ワイもやるけど店とメルカリどっちが安いか見てるだけやろ。明らかに売れてる値段調べてたんだよな。別にカードならどうでもええわ。生き、身に関わるもんと食品だけは転売したら処刑レベルの規制かけろ。ペットの餌で転売やってる奴らおったな。コロナ禍の時にミロやホットケーキミックスが転売されてたな。せや当時は胃の根っこ病気でその餌しか食えなかったのに転売で動物病院すら仕入れられん状況で焦ったわ。3倍近い値段で買うてたぜ。それは大変やったな。ああいう奴らマジで害悪やな。テンプレのような転売ヤーである。しかも命に関わることでやっているとは。
だが、転売ヤーのおかげで助かったとも言える。しかし診察を受けずに両方職が手に入る状態が続いては金銭的にも難しくなったり、早い段階で体の異常を発見できなかったりなどといったこともある。飼い主と獣医師が連携しやすい環境をなんとか作れないだろうか。そりゃ仕事も辞めるわ。レア抜きしたゴミボックスをプレチで売れば儲かりまくるだろうなとは思う。最終リンクやってんのかな。すごい。Y より稼いでる。転売って雑所得よな。3000万稼いでも 40% 持ってかれるな。法人化すればええんちゃう。できるか知らんが。雑所得って主な事業以外の売り上げのことやろ。転売が主な事業なら雑所得ちゃうやろ。法人化してるならその言い訳も通じる。個人事業主でもそうやろ。こいつらの年収3000万って卸売の売り上げと同じやろ。手残りは知れてる。年収の意味知らんニートか？今はメルカリもヤフオクも税務調査協力しとるしな。国税局はフリマサイト各社から、定期的に調査データを持ち帰り所得税の確定申告の内容を見比べるなどして調査している。さらに転売ヤーの身近な人が情報提供、つまり密告で税務調査につながる事例もある。税金はちゃんと納めよう。さすがにテレビ出てるからには納税しとるやろ。ちゃんと納税してて偉い。納税さえしてれば別に責められることではないからな。なんで顔出さんの？後ろめたいからや。店にバレたくないんやろ。古物商許可得てるのかな。一個売って何十万の利益出たりするなら3000万ぐらいいくやろ。売れた額が3000万とかやろ利益は少ないと思う。真面目に働く人は、です。こういうのって買えないから欲しくなるんやろ。転売屋と馬買い占めてなかったら今ほどの人気はないやろな。稼げるのになんで君が転売しないの？人でありたいから。こんなん報道したら、ほらメディアに釣られて俺もとやり出すんちゃうか。ポケカはいかに他の投資家よりも早く安く備品を入手して PSA10 が獲得できるかのレースになってるから先行者利益はものすごいで。日頃からカードを買い続ける継続力と資金力いい利幅が狙えるリサーチ力が必要。今から観戦するなら3000万ぐらいは欲しいな。昔の PS5 とかと同じでタイミング見誤らなければ価値格の商材やからな。カード作ってる方もある程度買う人が争う形は続けたいやろうしそりゃみんな飛びつくわ。ポケカ転売ヤーって今腐るほどおるからな。Y の友達で絶対そんなんやらんやろってやつも転売ヤーになっててこの前朝から並んでた。こいつらはその転売ヤーの頂点やから一般人には無理やで。別に犯罪を犯してるわけちゃうし、悔しいならお前らもやればええやん。転売ヤーは脱税してる。古物商の申請してない。は転売ヤー自体が悪という説明になってないし。まあ脱税は別に転売ヤーじゃなくてもアウトやしなそもそも。ほんならチケットの転売は捕まるのはなんでなん？そういう風に法律作ったからやろ。問題ならポケカもそうなるよ。それまでイライラしてろ。チケットの転売は2019年6月からチケット不正転売禁止法のもと高額転売が禁止となった。以前より一部の転売ヤーによる希少価値の高いチケットの買い占めが多発し、高額な値段で取引されていたためである。それが影響して、本当に求めている人の手に行き届かない状況になり金銭的な負担で来場回数が減ったりなど影響は多岐にわたる。違反した際の罰則は、1年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金またはその両方が課せられる場合もある。やってないから批判よりだけど自分も一度でも転売で儲かるを味わったら戻れないやろうな。マジで法規制しろや。税務署。へぇ。本当だったらすごい。本当だったら。まあ Y も今月は200万儲かったしな。オリパやったり買い取りやってるショップはエグいやろな。こういうのって本当に自分で転売しとるんか？メソッドを商材として売っとるだけやないん？賢くないと稼げないやろ。わ、が転売ヤーやっても損して終わりやろ。お前らはポケカで絶対に稼げないから諦めろよ。俺みたいに3年前から参戦して先行者利益があって情報があって資金があれば稼げるけど金も情報もない。かに稼げるほど甘い世界じゃない。今のポケカ界隈金持ちの買い占めマジですごいからな。明らかに不健全なわけだけど、この状況を放置するのは行政の不作為と言うべきでは？転売問題なんて任天堂スイッチの頃から言われてるわけやな規制ないし抑制するような運動あったっけ？もう転売の規制よりどうやって転売ヤーから税金取るかしか考えてないやろ。それくらい追いかけっこに追いついてない。まあ、スマホが普及してからだからな。個人間の取引に対して現行法、立法府が追いつけないのは、まあ残党よな。それにしても後手に回りすぎだ。チケットは工業側が頑張って転売禁止の法律作った。ゲームカードスニーカーあたり声上げないってことはそういうことなんやろ。違法なルートで入手したチケットによってトラブルに巻き込まれることもある。
スポーツ観戦やコンサートは場合によって本人確認の提示を求められることで転売チケットとバレてしまうこともあるという。売った人はもちろんだが、購入した側にも責任があり取り締まりを受けることになるので正規ルートで購入をしよう。前例があるならなおさら、解釈と意義を適用しない意味がわからない。レア印刷カードが高騰してるだけやからな。バッグを開けて当たりを引くガチャが楽しめない手だけ。カードの値段を釣り上げてくれるならカード資産を持ってる既存プレイヤーは有利になるし資産なしプレイヤーもシングル買いして環境で勝負できるなら不満はないでしょう。そのレアパック商法自体も問題ではあるようなことさらに社交心を煽るし、例えば善意の未成年者が100万円の価値のあるものを手にするような事態も起こりうる。消費者が勝手に値段を釣り上げてるだけで済ましていいものか？ガチャに規制が入ったように上限の確率を決めるなり、販売者側から例えばの数字で5000円でどんなカードも買えるようにするなどして相場と入手性を調整するべきだと思う。ポケモンのカードってそんなに面白いもんなん？この令和という時代でクオリティ高いネットゲームとかもできるのに、カードゲームって。高額カードでカードゲームやるわけないやん。高額のカードはコレクションだけ？強いカードやから高いとかやないんか。ポケカ詳しくないけど競技用のカードとコレクション用のカードがすっぱり分かれてるらしい。流通を円滑にする努力をしている一般小売りが余計な対応増えて損するのにわざと皮をせき止めて他人の邪魔をする小売りが儲かって流行るのがほんま肉、やわ。僕のお父さんは転売ヤーです。ポケモンカードをいっぱい買ってお金を稼いでいます。ええんか？そんなん言い出したら肉屋だって魚屋だって八百屋だって転売ヤーやん。買い占めて値段釣り上げてたら普通の小売り店でも叩かれるで。オイルショックとか米騒動みたいなもんやね。メディアに露出とか増えて地目を集めすぎたわ。なんとかせな真っ当に小売りやってるやつおらんくなるでほんま。こっちのが楽に稼げるもん。メーカーが、ほほどすれば終わりじゃないんか？社交心煽る限定ものは規制。メーカーが自分からわざわざ在庫リスク抱えるようなことするわけないやん。メーカーが慈善団体と思ってるんか。そんなことしたらブームが下火になるから批判かわす程度にちょっと増産するだけやで。メーカーもビジネスなんやで。もう入手不可能に近いヴィンテージ品で遊ぶならええわ。発売したての商品の普及を邪魔するのがほんま。稼げる仕事が YouTuber や転売ヤーって日本が衰退するわけだわ。働き方にも多様性が求められる時代となり、昔に比べると人気職業ランキングも様変わりし、その中でも YouTuber は上位を占める人気の職業となっており、一攫千金も夢じゃない仕事として知れ渡った。転売もスキルや経験年齢関係なく始められることで、短期間で稼ぎたい人にとって最近注目される仕事だ。いずれの職業も当たり前だが違法行為や迷惑行為などは禁止されておりマナーを守り節度のある行いを心がけよう。こうやって規制が増えるかもしれんと思うと住みにくくなるよな。犯罪じゃないからってやつがおるからルールを作って規制をしないといけなくなる。インターネットの発達に法整備が追いついてないだけやろと思ってたら気づけば数年経過して悪化する一方だったわ。どうなっとんねん。まあコレクターってマジでかもやと思うわ。人事やないんやけどな。時計とかブランド品を仕入れて高額転売してるやつが全く言われないでポケカだけ言われるの納得いかないわ。社会が悪い。転売も、そやけど。転売ヤーの年収についての議論は白熱したが、果たして転売ビジネスとしての勢いはこのまま続くのだろうか。続いては、転売という仕事に魅了された一人の男の末路をお送りする。一致の心が荒んでいく原因は転売ヤーとして人生を歩んでいるせいなのか。知られざる転売ビジネスの実態とは？そう。Y 転売ヤー、心が荒んでいく。他人が欲しいものを横取りして利益乗っけて転売して儲けた金で食う飯はうまくないぞ。最初はそんな感覚はあったがいずれなくなるね。せやな。数字しか見てないんを。ちゃんと税金払ってるんか？払ってるぞ。君のせいで泣いてる人がいるんやで。許してくれメンス。ならやめろよザ。やめたいけど儲かるのは分かってるからやめられんのや。転売やってると性格がゲスくなるからやめとけ。人格に悪影響やぞ。せやな。でも儲かるからやめられん。暗黒面に落ちたな。セドリや転売ビジネスに向いている人の特徴とは？転売は短時間で効率よく稼げる仕事として注目されているが、時間がない人や側近性を求める人こそ向いているだろう。そして商品のリサーチ力も必須なため、普段からネットショッピングをしている人やその中でも特に好きなものや、ジャンルがあるなど情報収集が苦にならない人などもこのビジネスに適しているという。どんな仕事も挫折はつきもの、一度や二度の失敗に落ち込まずチャレンジすることが成功の近道になるのかもしれない。商社は全部、大体そんなことやってる定期。己で何か作って売るわけやなくて他人の足元見て商品安く仕入れて高く売るんやからしゃあないわね。
でも自分で作って売るのは大変やしコストもかかる上に儲かるとは限らんからな。ワイは売ったことも買ったこともないけど欲しい人が納得した価格で買ってるのになんで悪いことみたいになってるんやろな。欲しいわけじゃないのに買ってるからやろ。発売開始して確保したらすぐ奥に出すとかほんま下水ことしとるよなぁと思ってるで。もちろんそういう転売以外の転売もしとるけど。激安商品を大量に買って転売と入手困難商品を買って転売の二本柱。もちろん後者の方が単発では儲かる。ワイも転売というか定価より高値で売ってたけど犯罪ですよとか言われて辛いわ。チケットやないならセーフやぞ。不良在庫どうしてる？回転の悪いものは仕入れないで。店に並んだりするん大変そう。だるいからしてないで。ネットで頑張る。2300円で仕入れた T シャツが1万4000で売れた時はさすがに罪悪感に苛まれた。君は悲惨でないな。ワイならガッツポーズやわ。個人商社やん。誇り持ってやればええ。まあでもメルカリで買ってメルカリで売るく、なことしてないならええんちゃう。てかそれは規約違反やしな。アカウント停止になる。アマゾン転売も去年個人から仕入れたやつは NG になったからなかなかバレないとは思うけどメルカリ。アマゾンの横流しもリスクある。多数あるフリマアプリからより低価格な商品を購入し、別のフリマアプリで転売するネットビジネスが行われている。フリマアプリは初心者でも簡単に利用できるため多くの人が利用しており、値下げ交渉も個人間で行うことが可能だ。支払いも運営会社を経由し商品発送後、無事商品が届き次第出品者に支払われるため取引も安心して行うことができる。しかしながら、古物商許可証がないにもかかわらず転売目的でフリマアプリを利用し商品を購入した場合違法行為となるので肝に銘じておきたい。転売って他の商売と違って社会的に何の役にも立ってないんだよな。完全に自分の利益しか見てない害悪。欲しい人に必ず手に入る仕組みを作ってる。役に立ってるんだよな。転売屋が消えれば欲しい人にしかいかんのやで。そんな保証は一切ない。ワイも去年スイッチとアマゾンキンドルだけ転売してたわ。他にも転売したかったけどスクリプト組まないと買えないしな。同期と何ら変わらんから気にせずやるがええで。ロリーナ転売した中国人とか頭ええよな。言うほどすさむか？メーカー直じゃないだけで卸とやってること変わらんぞ。というか売ってたら価格破壊起こらんか？ワイが趣味の延長でニッチなとこやってたせいなんやろけど。安い値段で売るやついたらそいつが売り切るまで待つ。なるほどな。ワイの真似するやつ増えて無理そうや。はワイが安い側に回らなきゃいけなくなってるな。安く仕入れて高く売る。商売の基本をやってなぜ切れる人がいるのかわからんね。コンビニにスーパーに比べて高いってクレーム入れてそうな、ほなんやろか？でもお前小売りじゃないじゃん。言ってることは同じだよ。値段は自由なの。それにイチャモンつけてる時点で同じクレーマー。定価ってご存知？定価で売らなければいけない法律はありません。転売ビジネスだからといって、仕入れた値段より高すぎる値段の設定は購買意欲をそぐ行為になるだろう。値段の設定一つで売れ行きに運命の差が出る世界だ。そのためにも適切な値段の設定が必要になる。売る側は商品の元値を知った上で市場の相場のリサーチ、商品のコンディション含めて適正な価格設定しなければならない。利益はもちろんだが信頼関係を築くことも大切であり、買う側も納得しいい買い物ができたと思ってほしい。高く買って安く売ったこととかないの？ないで。予想外に売れなくて仕入れ値と同じ値段くらいで売ったことならあるけど。転売って利益率良くて 20% から 30% ぐらいって聞いたけどマジなん？月100万稼ごうと思ったら500万近くもの買わなくちゃいけないって普通に商売やった方がマシだろ。そりゃそうよ。転売のために倉庫借り取るやつがおるけどもう商売レベル。30% いけば御の字よ。月商200万くらいはいかな。資金なくてもクレジットカードあるなら始められるで。判断誤って売れなかったら終わるけどな。まあネットやからできるんやろ。面と向かったら情が湧いて相手がかわいそうな値段で売ろうだなんてとても思えんやろしな。転売額、うざいのは確かなんやがやってることは普通の小売と変わらんって考えるとよくわからなくなる。安く仕入れて高く売るなんて商売の基本やし。転売屋、この値段で売るで。購入者、その値段で買った。ええやん。釣り上げるな言うても、商売にならないほど売れなくなれば下がっていくしそもそも自分が買えないからってわーわー文句言っているだけやん。転売ヤーの分際で需要とかわけわからん理論武装するのやめえや。法律上問題ないとか嫉妬民見苦しいぞの方がまだ納得できるわ。実際それが全てやからな。需要がない商品は面白いように相場が下がりよるから。需要があるものに介入して価格を釣り上げてるってことも考えられる。釣り上げも需要があるということが前提で需要がないものを釣り上げても相場は結局元に戻るからな。そりゃそうよ。
その目の付けどころがうまいから転売屋が目立てるし儲かる。転売屋って相場を工作できるほどの大きい存在ではないで。株式市場の大人とはちゃうからな。工作する努力がいらないか少なくて済むものに目をつけてるんやろ。めったに出回らないものとかは相場落ちないように全部買っちゃえばいい話やからな。そもそも需要が強ければ工作する必要がないからな。勝手に相場が上がりよる。一部はC ぐらいに上がって勝手に戻っていったり上がり続ける。悪いやつじゃないと商売はできんよな。サイコパスは商売人に向いとるで。一部の悪質な転売ヤーの影響で、転売ビジネスをしている人全体に批判の声が集まっている。買い占めや違法行為だけではなく、モラルない転売行為が世間からの悪評を加速させているのだろう。ただ、転売ビジネス自体は健全なビジネスであり、転売によって助かっているという声もある。同級生でやってるやついるけど仕入れで遠方に旅に行ってたり楽しそうだわ。転売屋に限ったことやないけどなんでわざわざ理屈こねて自己弁護するんや？俺は嫌な思いしてないからで開き直ればええのに。一致は心優しいんやね。老後の資産に不安を感じたり、この不況をなんとか乗り越えたい人は副業に挑戦するチャンスかもしれない。個人で物の売り買いが簡単にできる時代になったからこそ、賢く利用し生活に潤いを与えよう。最後までご視聴いただきありがとうございます。あなたの家の不用品が誰かのお宝になる可能性があるかもしれません。手軽さから始める人が多いフリマアプリ、トラブルに発展するケースもあるので利用する際はご注意ください。転売ビジネスを初めて聞いた人も、すでに始めている人も役立つ情報があったのではないでしょうか？また、動画の感想もコメントいただけると嬉しいです。この動画が気に入っていただけましたらチャンネル登録と高評価をお願いいたします。